はい、どうもみさん、こんばんは。はい、夜になると元気になっちゃう夜景撮影大好き YouTuber の一田高橋です。はい、母ちゃんです。はい、来ました。ここ宇都宮の街の中、やってきました。はい、今日ね、僕が使うカメラがこちらです。キャノンの EOS R6 で、レンズが24-105mm のレンズキット、はい、HD 高橋一押しのキャノンの EOS R6 です。はい、今日ですね、この R6 が夜に強い、高感度も強いと、はい、で手ブレも強いということ、それを実際にね、撮ってみて、はい、どんなに綺麗に撮れるかっていうのをご紹介してみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、このカメラがすごいんですよ。なんとですね、 EOS R シリーズ初の5軸手ブレ補正がつきました。しかもこのレンズの方も手ブレ補正付きなので、なんと合わせて8段分の手ブレ補正いきます。すごいでしょ。うん、実際撮影してみます。いつものクワちゃんの例の場所で、スナップちょっと撮ってみます。まず手ブレ補正なしとありで撮ってみます。設定が ISO800 F が 7.1 の5分の1秒っていうね、設定撮ってみます。実際はこう、これブレてる、やっぱちょっとブレちゃってるよね。ブレちゃってるよね。じゃあ手ブレ補正今度オンにしてみます。こう、今度あ、すごいレンズの方のね、手ブレ補正を、はい、オンにしました。こんな感じでね、手ブレが効いてるところでしょ。効いてますね、手ブレ補正。この手ブレ補正がこの8段分と相当、これね、かなりシャッタースピード落ちてます。はい、ここはちょっと暗いところ。ここはね、やばそう。ここはやばい。大丈夫ですか。本当に路地裏の裏嫌いじゃないですよ。私これ嫌いじゃないよね。夜のポートレートなかなか撮らないよ。壁の色と洋服の色が一緒っていう同化しました。これ5分の1、はい、基礎感度1000でね。これなんか怒ってる感じだけど、そんなつもりはないんです。この暗闇で全然これピントが合ってます。これがまあ R6 の手ブレ補正の威力です。はい、はい、じゃあ次はですね、 R6 のこの ISO 感度、常用感度でなんと102400まで。すげえ。そんな感じでね、これまた、はい、感度見てもらうと分かる。もう暗い、もう街灯がない、この暗さで暗い、ね、撮影できるか、はい、撮ってみます。はい、ちょっと斜めから撮って、はい、1600ぐらいから行く。はい、ピントは1秒だ。1600で1秒。厳しい。3200ぐらいに上げてもらう。補助光が出てる。補助光がすごい。3200、このようになってる。3200いった。はい、ちゃんとクワちゃんの顔映ってるね。すごい。だいぶ暗いですよ。ないでしょ。もうちょっと上げてみるね。はい、25,600 ぐらいいっちゃった。自分の1ぐらいになっちゃった。ここ暗いから見えない。遠足ってやつ見えない。25,600。おお、すごい。最後マックス12,400。どのぐらいするか。あれ25分の1だ。これ、おお、すごい。これ102,400。すごい。この明るさで高感度ね、はい、102,400まで上げられると、はい、そこそこ上げちゃうとね、少しノイズが出やすいですけど、すごく綺麗に撮れてます。はい、じゃあ最後、この R6 の良さ、低輝度高灯ガスの限界がなんとマイナス6.5っていう、ちょっと数字だとよくわかんないんですけど、ちょっとこの暗いとこでもピントが合う。実際ここ撮影します。いかがでしょう。いや、だいぶ暗いですよ。暗いでしょ。暗い。暗
ないとなかなかピントが合いにくい、合わないね、なんか撮影できないということですけど、なんとこれだと撮影できちゃうと。実際これ暗いでしょ、はい、でこれを撮ってみます、はい、ここのもっと暗いとこの川沿いを、はい、ここあのこの葉っぱがありますよね、はい、実際肉眼では全然暗い、はい、暗いでしょ。こんな緑にだって見えないでしょ。見えない。この葉っぱだって今ね、潰れてますよ、ね、真っ暗でさ見えないでしょ、だからこんな感じで緑もで、しかも下の反射もしてるよね。本当だ、こういうのも全部石塀の方のもこう見える、こういう暗闇の撮影ね、全然こうピント感っていうのが、これが RX の良さです。はい、はい、ということで、RX 夜すな撮影してきました。3つのポイントでご紹介しました。レベル補正のね、すごさ、位相感度のすごさと、低輝度、暗いところのピントが合うっていう、この3つご紹介しました。ということで、もうね、なんとこのカメラは夜に強いってことは、まあ一台の高橋のおすすめの夜景撮影、手持ちですごく綺麗に撮れるカメラとなっております。で、今なんとですね、キャッシュバックキャンペーンやっております。で、R6 のボディと24-105mm のレンズキットですね、このキャッシュバックキャンペーンを1月の26日までやっております。で、こちらのお値段の方は R6 とボディが301,950円、安いよということだと、このレンズキットのが税込みで341,550円となっております。こちらも安くなっております。で、さらにキャッシュバックキャンペーンで3万円のキャッシュバックが持ってきます。これでギフトカードでも、ギフトカードでも持ってくるっていう、こう、はい、かなりお得なキャンペーンとなっております。ぜひこの機会に買っていただければ、今だけです、皆さん、はい、今だけですよ。でさらに HDI 高橋から特典ございまして、こちらです。 SD カードとレンズキットはフィルターのサービスということで、これ太っ腹ですよ、これ太っ腹。ぜひ皆さんね、はい、お求めは佐藤カメラオンラインショップ下の概要欄から購入できますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、HDI 高橋撮影動画開けますので、はい、でも見てくれるといいと思います。いいと思います。